チャーボくんゲームでございます。みなぴー2020動画ということで、今回はですね、こちらイベントス IM ガチャから登場アイコニックモーメントネドベドメイン選手をやっていきたいと思います。ネドベドもついてましょうということでね、ネドベド来ました。間違いなく環境ではね、トップに、まあ、使用率とかも含めてね、入ってくる選手なんじゃないかなと思います。すでに登場しているレジェンドネドベドと比べてオフェンスセンスがね、もう全然違うよね。高い、このネドベド。さらにアイコニックブーストで94まで伸ばしており、ボルコンドリ、ボールキープにグランダーパス。いや高い高い。レジェンドのネドベドが確かレベルまでキック力97なんでね、ネドベドのミドル威力ぶっ壊れをさらに超えていってるので、もうミドルはね、特に狙っていきたいかなと思います。スタミナ99、簡素なんで、まあ、これは強いでしょう。でアグレッシブネス89で、両足ですね、逆足頻度精度ね、左足向けちゃうので、これからも環境トップを走り続けるんじゃないかな、このネドベドは。アイコニックモメントにワンパー追加されました。でかすぎだから、ワンパスルーパス持ちに、さらにね、時空ラターンの方も追加されてるので、まあ、スキルの追加とかも熱いね。でオフェンスセンスのね、高さ、かなり上がってるので、やっぱできるだけ前線のところでね、オフェンスをさらに活かしていくと。 OMF、 今回ね、 OMF ネドベドでやっていきます。早速 IM ネドベドでやっていきましょう。さあ行きましょう。 IM ネドベドレバー総合98、 OMF のところね、頑張ろう。絶好調、引いていく。まあ、ネドベドのね、ミドル、まあ、ドリブルとかも結構強いんで、スタミナもありますし、まあ、火の打ちどころがね、なかなかない選手なので、しっかりとドリブルやっていきたい。お相手が、おー、てかメンバーが似てますね。お相手、ルンメニゲ、デルピエロ。で、ネドベド見ますね。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ネドベド、頑張ります。通常のネドベドでもなかなか壊れてるんでね。ここに入れてあげる。で、ネドベド、ワンパ持ち。トラップから速攻ラージ、早すぎ。トラップから速攻ラージ早すぎ。ワンパ追加の正確さからね、次の動きも早い。そしてあの高速ライジング、絶対止めることのできないね。わお、いやー惜しい。ネドベドだよ、ネドベド。スルーパス。そしてダイレクトネドベド。いやー無理か。前半でね、もう1点惜しいところだが、ここはトーレス、ルーベンディアス。いやールーベンさすが。いやーちょっと何どこで何が起きたの今。1ゴール行きたかったけど、キーパーナイスー。どんなルンマさすがですね。ちょっと1点だったけれども、お今のまた頭1ロー。ネドベドのね、進行超ライジング決まってくれたんでね、そこは嬉しいと。ネドベドドリブル、さらにかわす、さらにかわす。あ、これファル。オッケー、ナイス。ネドベドドリブル最高。さあ行こう。ネドベドドリブルからフリーキックまで決める、この流れ。うわ、威力抜群か。この流れ、うわ、威力抜群か。いいね、もう理想。ドリブルで結局ね、ファールになっちゃったらフリーキックがあると、そこでネドベドが決めると。さあネドベド、このドリブルのキレからドロップ入んねえか。早いぞ相手攻撃が。うめえそれ、うまい。うめえそれ。さあ、あそこの判定うまいな。まずい、ここが粘ろう。オッケー、ナイディ、よく頑張ったそれ。うわー、ということでちょっと最後らへんがね、なかなか止まっちゃいますが、最後しっかり勝とう。ぐー、大丈夫かこれ大丈夫なのか。ネドベド頑張ろう、共に。これ反応が多分ね、遅れちゃうんで、パスの。やばい、アディショナルタイム。まずいね、これ、お相手の猛攻がある。こちら、読んだ。サンキュー、グリバリ、読み。読み最高。あったー、ここをね、ちょっとやりきりたいですね、これ。ラストやりきり、ネドベドがね、多分下の方でね、これ余ってるんで、ただ、ここで切断の可能性が高いですが、ある、ここ、ネドベド。ネドベドに出したいいや、いけるぞ、これ、ワンチャン多分。お相手がまだ終わらないならいけると思うんで、
いや、出せる。出せるけど、ちょっと待てよ。だからこれ、いやー、出せる。いい。ちょっと待て、これ。なかなか終わらない試合が。間合いあるかな、時間。まあ、スルーパス、君入ってるんで、ワンチャンいけると思うんですけど、ワイティが。いや、ちょっとキックイン出ました、今。ちょっとね、これなんだろうね。出てるんで、すぐ打ちます。オッケー。いやー、入らない。ちょっと待て、マジか。頼む。いける。よっしゃー、ナイス。いやー、ちょっと待って。え、いやー、ネダメの決めた、ハット。出てった可能性、あー、ということで、相手側切断で勝ちですね。まあ、ちょっとね、後半の方ですね、なかなか止まることが多かったんですけど、それでもね、ネドベド。その中でもね、しっかりラスト決めてね、ちょっとあそこら辺なかなか難しいところあるけどね、もう先を読んでね、入力だったりも、早めに行ければね、強いっすね、ネドベド。まだまだ行きましょう、まだまだ行こう、アイコニックネドベドというね、試合目ハットトリックなんとか達成したところ、好調、デルペ絶好調。お相手、代表主将、ロナウド、メッシにネイマール。そして 3CB にキミヒ、キーパーエサもないですね。よしよしよし。よっしゃ、行こう。ネド、ベイド、この試合も頑張りましょう。そう、できるだけ食いつかせて、キックフェイント。ネド、ベイド、やばすぎ、威力。で、キックフェイント。ネド、ベイド、やばすぎ、威力。ネド、ベイド、祭りだ。わっしょい。わっしょいわっしょいですね。うわー、ロナウド強っ、危ねー、こっちで一回当ててあげて、いやー、えぐくね、この強さ、センバとかも背負えて、あの辺ですね、イニエスター、ダブルフィニッシュ、ファイヤーネドベドロップが入らない、これは、うわー、ネドベド大丈夫か、今なんか、うわーで、うわーで、うわーで、すごいね、今ファルコンキック、うおー、レッドカード、ファルコンキックみたいなやつ飛んできたね、さあ、うーということで、ここで、はい、ということでね、相手が接戦勝ちですね、ネドベドナイス、こちらでね、まだ行きましょう、レッドポイント、3試合目ネドベド、さらに行こう、し、好調、フリット絶好調、熱い、お相手が442で、お、ピルいますね、ピルロにギグス、ベッキンバーでメッシとジェンスをワードよろしくお願いします、まず行きましょう、さあネドベド運ぶ、これ1回出るピロ、ネドベド、ここかわして、フィネスからネドベド左足コンカー、神、フィネスからネドベド左足コンカー、神、左足もね、いけちゃう強さ、ネドベド入れたいな、うわー、いい抜け出してる、なんか2列目からの飛び出しみたいな抜け出してましたね、今ネドベドダイレクト入る、ネドベド祭りだ、わっしょいわっしょいわっしょい、ネドベドわっしょい、ちょっとやばくね、オーケー、ナイス、最高、2-0、ナイス、ネドベド祭りが継続中ということで、ガンガンいきましょう、このまま、いや、サネか、裏、うまい、これはオッケー、危ね、結構裏狙ってきますね、うん、ケアしてるな、ライカルトで、ここでネドベドがね、上がってきてくれるはず、そうで、ここで一回収めてあげて、このキックフェイントとか入れつつ、キックフェイントから速攻シュート、キックフェイントから速攻シュート、ネドベドがもうおかしい、ミドルシュート確定演出みたいになってる。これでしょ、ネドベドのワンパー、ジクラ行きたかった、うーくー、終わりかな、オッケーだ、
ハットトリックネタベドミドルがやばい。最後もドリブル活躍しても勝利でゴー。ラストネドベド行きましょう。アイコニック。好調ディフェンスラインはカマラ、クライフ、メッシにムバッペで、ネドベドの通常のレジェンドいますね。よろしくお願いします。よっしゃ行こう。ラスト集中していきましょう。よっしゃナイス。よいしょーバースト、まだいく。オッケードロップ惜しいね。ネドベド、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 ネド、ネドベドのドリブルでめちゃくちゃ粘る。あれ粘れるからね。やっぱドリブル数値以上だよな、ほんと。前半1-0。ネドベドバーストからのね、まあいろんなドリブルだったよ、かなり効いてますね。うわー、ムバッペがね、嫌な位置来てるが、メッシは止めます。ネドベドバンパ。そして左足ですよ、ここで。ネドベド祭りだ。これが本当のネドベド祭りだね。守備守備守備。いやーマジかー、そこ。さあ80分。さあネドベド最後頑張りたい。バンパ、よいしょ、ダブルタッチ、デルピ、おお止めるか。ラストダブルタッチ、デルピル行きたかったけど、ネドベド、ナイスー、わっしょい、ネドベド祭りだい。ということで、今回はですね、アイコニックモーメント、ネドベド面選手でした。楽しくできたね、ネド、もうネドベド祭りだ、わっしょいわっしょいだけで、ネドベドの得点たくさん奪えたんでね。まあ、最後はね、この挨拶で終わりと思います。ネドベド祭りだ、わっしょいわっしょい。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー。